は長いお手紙も来ないし、見学にいらっしゃる方もいませんね。いつもこうなら、ケイトたちも話しやすいのに。あら？どうしました？ドアに紙切れが。小さい字で何か書いてあるわ。シャーリー様について。ラムからでしょうか。はい、ラムからの手紙ですね。シャーリー様とシャーリー様に仕える一人形、ラムについて紹介しましょう。シャーリー様はとても静かな方です。以上だわ。でも確かにお話ししてる姿を見たことがないかもしれません。謎が多いわね。ラムはとても物静かで恥ずかしがり屋さんな女の子です。ラムのリボンがとても可愛らしいわ。この子はラミーです。この子？ラムの大切なお友達はラミーなんです。ラミーを通せばシャーリーにも話しかけることができるのね。ラミーはラムの勇気をたくさん引き出してくれるお友達なんですね。心を許せる唯一の存在というところかしら。私ももっとラムと仲良くなってラミーと同じくらいたくさんおしゃべりしたいです。ケイトもシャーリーともっとお話ししてみたいわ。物静かだけれどどことなく強い意志を感じる素敵なシャドウよね。はい、ケイト様はシャーリー様と、私はラムと、どちらが先に仲良くなれるか競争です。エミリコが得意そうな競争ね。負けないわ。